スマップ解散の真相に迫るのか、鈴木治氏の小説が波紋ということで、放送作家の鈴木治氏が文藝春秋で発表した小説が各方面に衝撃を与えていると、まあ、スマップの一番長い日、公開謝罪番組担当の放送作家が描く公開と再生というサブタイトルのこの小説では、まあ、鈴木さんが、まあ、16年のスマップ解散の真相は、まあ、小説形式で明かしているということで、まあ、メンバー5人の生謝罪を中心に、その渦中にいた鈴木氏によってスマップ解散騒動がドキュメンタリーたちで描かれていると。で、まあ、本来16年1月18日放送のスマップスマップのメンバーによる生謝罪の中で、草薙さんが、木村君がジャニーさんに謝る機会を与えてくれて、僕たちが今ここに立ってますと話すことになって、いきさつも記述されており、当初別の謝罪シナリオを用意されていたものの、土壇場になって、まあ、こうメリー北川副社長がひっくり返したことにも触れられているという、と、まあ結構生々しい話が載ってるということなんですけど、これ佐々木さん読まれました？いや、これ本は全部読んでないんですけど、はい、この話自体はあのちらっと聞いてっていうか読んで、はい、そうで、なぜ今っていうのがですよね。そうですね、今こんなこともあれから6年経ってっていう話でね、いろいろ書かれてましたけどね、うん、だからまあそれがいわゆるキンプリの影響もあるのではないかという見方もと、うん、これででもどうなるかっていう話ですよね。こんなことを今書いてっていう話、まあ鈴木治さんでね、やっぱこうスマップスマップはじめ、まあ、売れっ子放送作家でいろいろやられてますけど、うん、結構ジャニーズさんのねその仕事も多かったと思うんで、うん、すごいなとは正直思うんですけど、そうだ、よく言われてるのは彼はちょっと仕事に影響が出てくるんじゃないかっていう話が出てますよね。まあそうでしょうね、うん、普通に考えてね、まあ取引先、有力取引先の話を書いてるわけですからね。そう書いてるってことで、浦さんなんかこれご存知ですか？こういうこと自体ごめんなさい、そんなに詳しくはって感じなんですけど、うん、これちょっと確かですよね、鈴木治さんの事務所ってこうジャニーさんとかあったところですよね。そうですよね、スマイルカンパニーでしょ、うん、そうそうそう、だからそういった意味で言うと本当に内情というか、うん、書きたい、まあどこまで書けるのかもあるのかもしれないですけど、その辺はちょっと興味深いなと。なんで書いたんですかね。なんで書いたのかってことですよね。どこまで書いてるのか、まあ、ましてその掲載してるのは文藝春秋さっていうね、そういうことなんです。いわゆるその、まあね、ジャニーズ事務所とのね、うん、関係を考えたら、つい最近もね、なんかあのメリーさんのことを書いてちょっと、ね、法的取材に行ったりみたいな、うん、メリーさんとかジュリーさんとか書いてね、なんか言って揉めてるところに。でもあの時の状況って実は我々も知ってるじゃないですか、本当は。ね、公にはやっぱり言えないけど、公開謝罪の時ですか、っていうかあのこう辞めるっていうかね、うん、スマップが辞めることになった状況については、うん、翔子さん覚えてますか、スマップの謝罪って。あ、見ました、見ましたけど、私みたいに一般人からしたらいろんな噂がありすぎて、うんうん、どれが本当の真実なのかなっていうのは、うんうん、ちょっと分かんない状態なのに、この当事者が言うっていうことはって思うからすごい衝撃的ですよね、うん、これは読まなくちゃって思いますか。思います。なるほど、そうやって売れるんだね、文藝春秋はね。でもなんか強い思いがないとなかなか出さない、ね、そうですよね、うん、ジャニーさんが亡くなって、メリーさんが亡くなってっていうことなんでしょうかね、うん、そういう。でも鈴木治さんからするとどうなんですかね、別にジャニーさんとわざわざ揉める必要もなさそうですよね。ないと思うんですけどね、うん、だからそこなんですよ ね、うん、だから揉めにっていないのかもしれないですよ。え、書いていいっていう許可が出た、うん、だからある程度もうそういうことが考えられますよね、うん、まあ、ある意味そのファンの納得してないガス抜きみたいなことで、うん、ここまでもしょうがない。まあ、そういう見方もあるか、そういう見方もできます、うん、まあ、実際読んでないからなんですけども、うん、読んでみると、あ、何そんなことみたいな感じなのかもしれませんね、うん、ちょっと読んでないと、まあ、クラスかレンズとかもね、そうだ、それまあまあ、そのあんまり詳しくないとかすると、ね、あ、まあここまで書いてくれてちょっと留飲が下がったというか、うん、納得したというか、ね、でも我々からしてみれば、そんなことみたいな感じかもね、うん、
スマップさんも今年もいろいろありましたけどね、今中井さんもちょっとご病気されててね、心配ですけどね。でもね、キムタクもあの信長でね、すごい評判いいみたいですし、うん、3人、あの新しい人の3人もなんかやってましたよね、ライブみたいな。最近やってましたね、3人で。ああ、やってましたっけ。やってましたね、うん、まあご活躍ね、最近テレビとかでも結構活躍されてるんで、うん、まあそういうこと意味でもなんか今このタイミングでっていうのはね、なんか別に皆さんそれぞれ、まあ、中井さんはちょっと体調壊されてますけど、うん、何なんですかね。でその後何もないじゃないですか、こういう話が出ただけで。まあそうですね、ちょっとテレビで取り上げられてぐらいですか ね、はい、ね、まあ、テレビで取り上げてるのもすごいですけどね、この話をね。うん、それも考えてみると、そうですよね、テレビで取り上げるってことは、ジャニーズさんからの、うん、絶対的なノーはない、うん、ないってことですよね、うんうん、おそらくだと思います。そう考えていいんじゃないでしょうか。なるほど、うん、だから それほどすごい衝撃的なことは多分ないんですよ。まあ裏を返すそういうことですよね。